こんにちは。それだけですよ。こんにちは、今年はテーマが男と女、歌舞伎者と舞妓さんということですが、意気込みの方はいかがでしょうか。ああそうですか、今初めて聞きましたんですね。意気込みですか。意気込みだけは抜群なんですけど、この暑さにですね、もうすでに何名かが倒れてしまいましてですね、このステージも何か倒れるか分かりませんので、皆さんのエネルギーをいただきながらですね、このエネルギーを一つにしようという、これがまあ一つはこのステージの意気込みですね。観客の皆さんからも A も最高っていう、うちはもうね、声援がありますね。ありがたいですね。もうあれだけ多いんですが、 A もの方もあるだけですから、ありがとうございます。そんなことないと思いますけど、ぜひ皆さんね、応援していただきたいと思います。ではお願いいたします。はい、ありがとうございます。あちらのね、わざわざ手作りの英文が ねすごい。はい、ありがとうございます。あちらのお客様を中心。あ、そうか、そういうことか。あ、間違ってるかなと思った、順番が。え、あ、そう、交際ってやつ。まあまあ、前にも一人もありがとうございます。そして、こういった形でですね、エネルギーをいっぱいいただきながら、はい、英文というのはね、時にはおかしく、時には楽しく、そして、はい、時には真剣はちょっとなんですが、ちょっとだけ、ちょっとだけやっていきたいと思います。ちょっとだけ。姫路も4年後にはですね、はい、素晴らしいお城、世界遺産がですね、ベールを抜きますので、はい、それに向けまして講師の方々に来ていただきたいと思ってですね、はい、ぜひお願いします。このつながりをずっとずっとそこまでなんとか英文もつないでいきたいと思います。まあ、PR の方々はそんな辺で、はい、まずは踊りでご披露させていただきましょうね。そうですね。はい、まず行きましょうか。あんまり引っ張っても怒られそうですから、そうですね。はい、あとはこちら、では皆さん、温かい拍手盛り上げていただきたいと思いますので、はい、手拍子よろしくお願いします。イエーイ。もう強引なんだから、行きますよ。それでは行きましょうね。はい、参りましょう。じゃあ、A 問100名、立ち位置。さあ、決まってよ。みんな決まってちょうだいよ。いくよ。よし、構え。かっこよく踊ってみましょう。Come on.